ニコラス・エルナン・ゴンサロー・オタメン・リは、アルゼンチン・ブエノス・アイレス出身のバスク系、アルゼンチン人、同国代表サッカー選手、SL ・ベンフィカ所属、ポジションはディフェンダー、ベレスの下部組織出身である、ウーゴ・トカリ監督に抜擢され、2008年5月10日、ホームでのロサリオ・セントラル戦でデビューした。トカィ監督が指揮していた間は、マリアーノ・ウグレシッチ、ワルド・ポンセ、 フェルナンド・トビオ、マルコ・トルシグリエリに次ぐ5番手のセンターバックと位置づけられていたが、リカルド・ガレカ監督が就任した、クラウス・ウラ2009シーズンには、ポンセが、チリ代表の試合で負傷したため、オタメンディは、出場機会を得た。セバスティアン・ドミンゲストコンビを組んで19試合中17試合に、出場し、リーグ優勝に貢献した。シーズン終了後には、インテル、フィオレンティーナ、 レアルマドリード、ユベントスなど欧州のクラブへの移籍の噂が持ち上がったが、ベレスに残留した。アペルトゥーラ2009シーズンのアルセナル戦でプロ初得点を決めた。2009年にはコパスダメリカーナの試合に出場して、国際舞台にデビューし、同年を通しての活躍から、エルパイス氏による南米ベストイレブンに選出された。2010年8月23日。 ポルトガルプリメーラリーガのポルトと5年契約を結んだ。この際に FC ポルトは遺跡金400万ユーロで、オタメンでの保有権の50%を得て、残りの50%の権利を得るかどうかは2011年9月に持ち越された。9月25日のオリャレンセ戦でデビューし、その試合で初得点を決めた。中盤戦以降はレギュラーに定着し、2011年2月13日の SC、ブラガ戦では2得点を決めている。2014年2月5日、2014から15シーズンからリーガエスパニョーラのバレンシアに5年契約で移籍することが発表された。2014年2月7日、CBF はオタメンディのバレンシアからアトレチコミネイロへの期限付き移籍手続きが正式に完了したことを発表した。移籍期間は2014年6月末まで。 2014年7月、バレンシアに復帰。シュコドラン・ムスタフィとの CB コンビでチームをチャンピオンズリーグ圏内の4位に導く活躍を見せた。2014から15シーズン終了後、マンチェスター・ユナイテッドやレアル・マドリードへの移籍話が浮上したが、2015年8月、プレミアリーグのマンチェスター・シティに5年契約で移籍決定。 遺跡金はおよそ3300万ポンドと、当時のセンターバックでは、世界で3番目に高額な取引だった。長くチームの守備のようとして活躍し、数々のタイトル獲得に貢献したが、2018から19シーズンはアイメリクラ・ボルテの台頭により、出場機会は減少。一時は対談も噂されたが、最終的には残留を選択した。 続く2019から20シーズンは、バンサンコンパニーの対談、ラポルテの長期離脱により一定の出場機会は、得られたが満足のいくパフォーマンスを見せることができず、新型コロナウイルスによるリーグ中断後には、若手 DF のエリック・ガルシアにファーストチョイスを明け渡す、結果となった。2020年9月27日、SL ベンフィカは、オタメンディの加入を発表。 移籍金は1500万ユーロ。同時に、ルベンディアスが移籍金6800万ユーロで、マンチェスターシティ FC へ移籍し、実質トレードの形となった。2009年5月、アルゼンチン代表のディエゴ・マラドーナ監督によって、パナマとの親善試合のために招集された。この際の召集メンバーは、アルゼンチン国内リーグ所属選手のみで構成されていた。 この時のオタメンディは21歳であり、まだ CA、ベレス・サルス・フィエリドのトップチームで11試合しか出場していなかった。5月20日に行われたパナマ戦に先発出場して代表デビューを果たし、3から1で勝利した。その後の2010フィ f ファワールドカップ、南米予選、コロンビア戦とエクアドル戦にも招集され、エクアドル戦では、 センターバックでマルティン・デ・ミチェリスとコンビを組んで出場した。ブラジル戦では CA ・ベレス・サルスフィールドでチームメイトのセバスティアン・ド・ミンゲスとコンビを組んで先発出場した。南米予選最終戦のウルグライ戦にも先発出場したが、この試合では右サイドバックとしてプレーした。2010年5月19日、2010フィファワールドカップに出場する。 アルゼンチン代表メンバーに選出された。グループリーグ最終戦のギリシャ戦に出場し、試合後の記者会見で、マラドーナ監督は、今日の試合では、オタメンディが最高の選手だったと述べて、彼を称えた。決勝トーナメント1回戦のメキシコ戦には、フル出場し、3から1で勝利した。準々決勝のドイツ戦には右サイドバックとして、出場したが、 思うようなプレーができずに0から4で大敗し、彼を右サイドで起用したマラドーナの先見の民の無差とともに彼のプレー自体も批判された。2011年9月2日のベネズエラとの親善試合で代表初得点となる決勝点を挙げた。ありがとうございます。